今さっき TikTok を更新したのでぜひ見てください。今日声がこんな調子なんですけど、あの元気なので気にしないでください。いつもに増して声が小さいんですけど、頑張って聞き取ってください。マジでさ大丈夫なんだけど、あ、でもこう出た、あのね、一定期間出さないと本当にちっちゃい子になって、でも今これがちょうどいい、ちょうどいい、ね、何分かんない、これがベスト、自分の中で出しやすい声。アイラインを引きたいんだけど、めっちゃ元気なんで安心してください。でっかい鏡、でっかいでしょ。よいしょ。ショールームするの結構久しぶりな感じするんだけど、そうでもないかな。最近ガチャガチャをねいっぱいやってるので、今日はガチャガチャでも紹介しましょうかね。でもそれ以前に絶対にさ話すべき話ってあると思うけど、どうだろう、今日はどうだろう。あ、どうぞ。昨日のお昼公演で劇場公演の出演回数がなんと200回になりました。エアコンつけ、皆さんいつもねありがとうございます。あっという間に200回になっててびっくりしたし、なんかどこかで見たその何の公演に何回出てるとかそういうのを見た時に、思い出公演にもう何回だったかな、パーティーよりも思い出公演の方が出てたみたいで、なんか自分にとってはパーティーの方がすごい出てた、パーティーの方がいっぱいやってたような記憶だったんだけど、そんなこともなくて、もうパーティーの出演回数を多分越してたっぽいんだよね。それ見てびっくりした記憶があるから多分間違ってないと思うんだけど、そう、それにびっくりで、そんなに思い出公演やってたんだなって思うし、それほどに出演してたんだなって思って、まあそうだよね、だって2ヶ月気づいたら全部出てたから、でいっぱい出たんですよね多分。思い出公演は公演の回数自体が多いのか、思い出いっぱいが82回でパーティー79回、まあ誤差だけど、もう越した、現に越してるってことだもんね。そうね、そうだよね、6連続公演がそのさ2ヶ月連続出演の公演の中に入ってたのが
結構自分的にびっくりで、もうなんか自分の中では全然なんだろう、そうやって2ヶ月ずっと公園に出続けたっていう話をしたら、結構いろんな人にそれって大変やすごいねって言われたり、なんか友達とかアイドルじゃないよ友達にそれ話したら、それってほぼ休まずやってたんだねみたいなことを言われて、すごいねって言ってもらえて、あ、すごいのかなって思って、自分じゃ分かんなくて、それがもう当たり前すぎ、その公演に出演させていただいてることが。レイナさんが700回らしい。すごいよね、700回ってさ、すごい。そうだから、そうやってあの周りの人からの意見とかを聞いたりして、あ、頑張ったなって思いました。結構しかもその中、この7月8月ってめちゃめちゃなんかフェスとか、その何ミュージックビデオの撮影とか振り入れとか結構あって、割と忙しくて本当になんか詰まりに詰まってたんですけど、そんな中できて、そう、そんな中ね、体調崩さずにできてよかったですって言って、200回目の公演でこんな感じのね200回目の公演で、あのこんな声カサカサで、本当にね元気なんだけど、声がこんなにカサカサで、別に声出すのとか辛くないんだけどね、今昨日はちょっと大変だったけど、なんか鼻喉耳が今なんかカバーされてて、って感じ。本当にかみすぎなんかな、鼻が詰まってて、だからさ、頭なんか嫌なんだよねこの感覚すごく怒ったって仕方ないんだけど、鼻詰まってるからさ、鼻詰まってる時ってこの頭がなんか回らないっていうか、なんて言うんですか、酸素がいかないっていうかさ、頭がボーっとする感覚わかりますか、鼻詰まってる時の。人の声はね聞こえるんだけど、なんかもう世界が一つ世界に一つ壁を作っているような感じ。でだから昨日とかもうマイクに自分の声が入ってるか入ってないかもわかんないし、どんな声を自分が出してるのかもわかんないっていう、すっごい怖い状況だった。あーそうかも、耳の中じゃなくて、間違った、水の中みたいな感じ。でももうなんか3日間くらい耳こうなってて、そう、でもなんか自分はすごく気になってたけど、ファンの方は全然気にならなかったよって言ってもらえて、それはそれで、それならそれでよかった。今日が一番声はひどい、これがなんかね、日に日に症状が変化していて、今日は鼻声の日、昨日は鼻水止まらない日ティッシュと友達の日みたいな、一昨日はくしゃみが止まらないみたいな、多分季節の変わり目だからね。そうなんだよね、だからみんなも気をつけてね。
テロップどうしようかな。9月になったね。そういえばでもなんかみんなと話してるとすごく元気になる気がする。一人でいるとさ本当に喋らなくてずっとダメだから。そうなんですよ、私9月は誕生日の月で楽しみなんです。誕生日の月でも9月、今年の9月はいっぱいいろいろありまして、いろいろあるって言ってもそうね、誕生日付近にビスイベントがあったり、あとは何があるかな。でも今年の誕生日は日曜日なので、あの勝手にそこで生誕祭ができればいいなって思ってるたり。でも20歳の誕生日ってなかなか特別じゃないですか。でかさ、いやこの声で喋ってて聞こえる？みんな自分いつもの声とそんな変わんないか。多分あんまり決まんないじゃない、あんまり変わらないんだけど、自分が分かんない、あのこうなってるからさ。うん、ならよかった、ありがとう、よかった。調子悪そう。大丈夫よ。ありがとう。そうだね、だからあとそれもあるし、あとオジアメンフェスの公開収録もあるし、あとは何があるかな、特にそのくらいか。結構でもそうだね、二十歳の誕生日なんかドキドキするけど楽しみ。そうだね、誕生日付近が忙しいんですね。だからビスイベントもどんな感じかなって思ったけど、結構お仕事はあるから頑張ってスケジュールをしっかりと考えて組まないと、組んでみんなにも頑張って早起きとかしてもらわないとちょっと無理かも。だからみんなで一緒に頑張りましょう。そう、なんか今日でビスイベントの一枠目がイベント終わりの日だったんだけどさ、それを見ててなんかあっという間に次自分の番がすぐ来るなって思って、ドキドキしてる。うん、そうだね、3期生で唯一です。3期生でというか4期生以外で唯一 NGT からは出場させていただくので、ちゃんとまたあのイベント始まる前になったらあの思いは伝えたいし、自分のこの配信でね、自分の言葉でメールに書いたような内容の話はしたいなって思ってて。そうだね、ビスイベ前にフォロワーさん増やしたいね。それですね、それもありますね。そうだね、いろいろちゃんと考えてることとかはあるから、みんなにちゃんと伝えられたらいいなと思っています。はい、あと何かあるかな、話しておきたいこと。それが終わったらあのしょうもないガチャガチャを
紹介するけど、あとなんかあったかな。この前あれか、お昼に配信したんだね。今日が9月2日あ、ついさっきの話なんですけど、ついさっきあれ言ったっけ、 TikTok 更新したのでぜひ見てください。3期生みんなで初めて TikTok をみんなで撮れました。ハッピーの衣装で可愛いので、みんな可愛いから見てください。絶対見てください。絶対いいねしてくださいあとなんかあるかな。昼配信したのいつだったっけ。この日か、金曜日。何、ゆうはがめちゃくちゃ TikTok 好きらしい、それ何のどこの情報ですか誰かがそう言ったの。間違っちゃいないけど、あながち。なんかいや TikTok 大事だなって思って最近しみじみ感じて、全然一人の TikTok とか解説したいけど、でもしたらしたでなんか大変だなって思うんだろうなって思ってる。家で踊ってる夏樹家では踊ってないよ夏樹。でもいや本当にね、本気で TikTok は大事だなって思うから、家では踊ってないよ、それはね謝ってるね家で踊ってる、まあ撮るためにたまにやるけど、一人でこれやりたいなって思うのあったら。でもなんかさ、なんて言うんだろう、自分が好きなものがそのなんだ、そういう TikTok で流行ってる系の曲とかだったりするから、今で言ったらそれこそあのトンチキサキナさんがいるグループとかも自分だけかな見てるの分かんないけど、そう流行ってるからね。あとキュルリンテしてみてさんの曲とかもう結構TikTok 流行ってるから、今日喋るの遅い亀くらいのペースで喋ってる、もう亀ぐらいのペースでしか今日喋れないんですけど、ごめんなさい本当に初めて見た人、この人喋るの遅いなって思うかもしれない、いつも遅いのにさ遅っ。まあこんな感じでゆっくりゆっくりな時間が、いつも以上にゆっくりな時間が流れていくと思いますが、お許しください。多分大して変わんないよって言われるんだよ。
そうだね、まあ TikTok はね使っていけたらいいんだけど、そうなんか前も話したんだけど、 NGT48 のグループのアカウントに個人の一人の何個も何個も載せるのもちょっとさ気持ち的になんか気が引けてしまって、だからどうしようかなって思う。あのハサミハサミなんていうの、間に誰かが挟まってくれたりすればいいんだけど、ずっとユハの一人 TikTok が続くとかになるとちょっとさ気まずいじゃないですか。あと TikTok って難しい、わかんない撮り方だから練習あるのみだけど、でもまあね、のせそうだよね、載せたいと思う、メンバーが載せていってね、誰かにお願いしてもさ載せてもらう。ウェルちゃんと頑張っちゃって、そうだね、ルアとコウゴとかでねあげれればいいのか。そうルアとはなんかまた系統の違う TikTok を踊るので、なんかそれもね楽しみに、なんて言うんだろう、違ういろんなのを楽しんでもらえるかなって思う。いいなって思います。前髪分けたいけど眉毛描いてないんだったな。メイクレシピもよく作ったね。そうだね、メイクレシピも作りました。はい、頑張って作ったよ頑張って作りました。一回消えちゃったんだけどね、頑張って作ったからいっぱい見てほしい。マジで悔しかったあの瞬間。なんかインスタのストーリーで作れるなって思ってインスタのストーリーで作ってたんだけど、突然アプリ行ったり来たりしてたら最初からに戻っちゃって、しかも最後の一個のコスメでね、そんなことあるって思ったけど、まあ多分もうその素材は保存してあったから、まあまあまあすぐいけるかなって思って頑張った。でもね、そう先輩のもたくさん、先輩方もたくさん載せてくださってて、ユハは楽しかったですね。流行りに乗れた、やった、流行りに乗りたいよね。でももっとなんかもっといろんな人に見てもらえるようになりたいなって思ったのが、そう本音。でもあの流行りはなかなかいい流行りだと思うんだよね。やっぱさ自分の好きなアイドルが使ってるコスメとかって知りたいものなんですよ。だからいろんなアイドルの方があれ載せてくれるのがすごく助かる。あ、これ使ったらこうなれるかなとか近づけるかなって思えるからイハはめちゃめちゃ自己満足で作ったけど。何歳ですか？19歳です。そうね、そうだね、メイクって想像以上にたくさんのもの使う。そうなんだよね、メイクはねたくさんのものを使いますよ。いっぱい使うんだよね。他の人の参考にしたりする。なんか最近はあんまり人のものを参考にするっていうよりかは、何 SNS でこれいいってバズってるアイテムとかを試しがちかな。なんかそうだね、
それが多いですね。ヒゲ剃りのせようかしら、面白い。でもね、作ってくださったファンの方もいましたよ、シャンプーとか。だからね、みんなのメイクレシピもぜひ。コスメはどんどん増えていく、コスメはどんどん増えていきますね。だから使い切るコスメなんてほぼほぼなくてほぼないけど、唯一使い切るのはアイブロウペンシル、眉毛の。あとは何だろうな、マスカラとか。マスカラもでも結構持つ。嬉しい、スイスイがユーハの TikTok はすごいんだよってベタ褒めで。どうなの、嬉しい、ありがとうね、スイスイ。似た色のリップ何個も買っちゃう、めっちゃわかる。ユーハも同じ色ばっかりね、集まってますよ。なんか最近は本当に青みピンク系のリップばっかり買っちゃって、マジで同じ色ばっかり。なんかここにはないか。今ここに手元にあるのは二軍たちなので全然ないけど、なんか偏った色してるんだよね。こういうピンクが多い。これもピンク、これは赤だけど、ここに今使わなくなったのたちが入ってる。一軍は今ねリビングにあって手元にないんですね。だからここには二軍しかない。ねえ、何べかな、ブルベかな、なんかイエベとブルベとかがあるんですけど、何べなんでしょうかね。青み系が似合うとブルベなんですけど、イエベ説もあるしブルベ説もある。でも NGT に入ってからはすごくメンバーにもブルベって言われることが多いし、どうなんだろうなって思ってるんだよね。でもそれってさ、やっぱあのペンライトが水色だからじゃないっていうっていう結論に至ってるんだけど、まあ、多分それもねあるんだよ。でもどうなんでしょうかね、実際どう思う、分かんないよね。ブルベっぽいのかな。ミホもイエベだと思ってたっていうか、なんか一回軽く診断、なんかプチ診断みたいなしてもらったんだけど、その時にイエベだったんですね。でもなんかなんか似合う色とか好きな色とかはブルベなんですよね。まあ、結局は好きな色を使ったらいいんですけど、でも知っておいた方がまあ楽っていうか、知っておいた方が便利っちゃ便利だよね。ちょっと高くしようかな。よし、これで OK。 そうだね、だからまあブルベか分かんなかったけど、まあおそらくブルベでしょう。
手首の血管はね、これもわかんないんだよね。なんか緑青青みたいな、緑青。何も見えない。そう、これ何回見ても分かんなくて、他の人と比べても分かんない。いや難しいよ、分からん。この話は終わりは見えないんです。青いがいる、なんか緑、血管が緑だと、うーん、何だっけ、イエベっていうよね。このここの血管が紫とかだとブルーベらしいけど、あ、みんな青なんだ、わかんない。そう言ってた。まあね、でも髪も黒で、茶色にしたら茶色が似合うってなるのかな、どう思う、想像つきますか。茶髪、茶髪っていうか、ちょっとなんかふわふわ、でもちょっと色素薄い系のもしてみたいんだよね。見せたいものがある、まあ、チャットに送ったやつだったんだけど、どっかやっちゃった。あ、目の色はね、なんか光に当たるとすごく茶色い目って言われる。それこそなんかグラビアの撮影とかしてて、自然光に当たると茶色い目だねって言われるんですよね。あった、じゃじゃん。今日はこのガチャガチャをしました。これはたまごっちとサンリオのコラボのガチャガチャなんだけど、あ、ラインナップの紙はね捨てちゃったの。なんかこの前回第1弾もこれあったのね、実は。その時はたまごっちベースでサンリオ、何、たまごっちベースのサンリオコラボだったんだけど、今回はそのサンリオベースのたまごっちコラボもう出てて、その2つが共存してるガチャなんですね。だからだから何だから何か分かんないけど、そうだからすごい、その前回よりも種類が2倍に増えてるんだけど、たまごっちも元がないと何も分かんなくて。ちょうどあのこれ元のキャラクターがこんな感じ、ちょっとわかるかな、こんな感じのモコモコのコギミュンっていうキャラクターなんだけど、これはコギミュンなんですよ。あ、昨日お見送りでたまごっち育ててるって、あわ、たまごっちね育ててる仲間がね意外とたくさんファンの方の中にもいらっしゃってるんですよね。ちょっと待って、じゃあこのたまごっちの元見せるね。
これが元です。これあ、そう、ウーパールーパーウーパッチだからコギミュンなんです、これはこれはコギミュン、ちょっとカラフルなコギミュン。逆にこれのコギミュンバージョンもあるんだけど、これか、これが分かりやすい。これ、あ、光ってた。これが2人、コギミュンとウーパッチのコラボ。ほら、どっちも元が分かんねえか、何も分かんねえかそう、こんな感じで結構サンリオミの強い方をどっちも弾いたんですね。で、こっちは分かりますか？ポチャッコ、ポチャッコとミミッチのコラボなんだけど、ミミッチ分かる？ミミッチ、うん、これもうコラボし終わってる状態ね。もともとの耳地はこんな感じ。ぼちゃっこ。でもこれもなかなかぼちゃっこだよね。でもゆうはが狙ってたのは、少々お待ちくださいね。マイメロディーとラブリッチのコラボ、ラブリッチが強いバージョンか、メロディッチとクロミちゃんのメロディッチが強いバージョンか、ポムポムプリンクチパチか、シナモロールモリリッチ、なん呪文みたいになっちゃうねあ、ウサハナメメッチも可愛いよね。あとモリリッチシナモロール、割と何でもいいんですよ、こんな感じ。結構種類あって、ガチャガチャで20種類あるのってあんまないけど、そう、20種類もあるからね。でももうラスト2個くらいだったのでやろうと思ってやっちゃったしかもそれがその別に自分一人だったら多分やってなかったと思うんだけど、この間友達と会った時に友達がガチャガチャにハマってるって言ってて、でこれがちょうど行ったお店になくて、ないねってなってたから、見つけた瞬間、今日一人で見つけた瞬間に、あ、やらなきゃって思ってやったんですね。ちょうど友達と話してたのがこの二人、あの一番サンリオミがなんていうの、一番コラボ感がね弱い、なんていうの、
これはコギミュンだねって、これはポチャコだねって言ってた2人が出てきて面白かったな。これはねボールチェーンがついてるから割とどこでもつけられますよ。でもコギミュン可愛いしポチャコも可愛い。たまごっちにつけようかな。たまごっちもねあれなんですよ。なんですか。たまごっちもなんかなんていうんだろう、なんかね今のたまごっちすごくて追加データみたいなの買ってこのたまごっちに入れることができて、サンリオコラボのたまごっちも育てることができるんですね。すごくない？革命じゃん。もう今すでにちょっとうるさい、重たい、でっかい、たまごっちよりでっかいさビーズつけて持ち歩いてるんですね。だからここつければいいか。でもこれよりもこのストラップを重くすると多分机とかに置いた時にこっちが重すぎて卵っちより重くて机から落ちちゃうってなりそうだから、ここ無理か。あ、もうコギミをつけた段階で落ちてしまいましたが可愛いです。これやめればいい。もうこれでたまごっちよりこっちが重くなっちゃった。わかるかな、こうやって置いた時にこのビーズだけだったら机からギリギリ落ちないんだけど、小気味をつけたらもうストン。かわいいんだけどね、諦めましょう。これ今なくさないためにこのでっかいビーズつけて持ち歩いてるからね。たまごっち元気ですよ。今寝てます。あともう一個ね紹介したいガチャガチャがあって、動画撮ったんだけどみんなに結局送れないまま送れてないまま今紹介しますね。動くかな。最高じゃないこれ。ラーメン可愛くない？ラーメン見つけてやりました。みんなすごい反応良くていいね。ナイス。ほらだんだん元気なくなっていくのもめっちゃ思います。これね、そういくらのガチャだって思うでしょ。300円なんですよね。300円でこんなに楽しめて最高。5種類あったんだけど多分ラスト3個しかなくて、3個のうちの2個を友達とやって1個残してきました。これこんな感じでめっちゃ中もリアルで、でもまあ難しかったのはこれを自分で組み立てないといけないんだけど、それがなかなか難しくて、
組み立てて、もうちょっと今めっちゃ調子いいの、みんなに見せる時に限ってすっごい調子いいんだけど、こう調子悪いと本当に動かなくて、全然一回一回止まっちゃうのね。上手にすすってるじゃないですか。ちょっとでもね、なんかがずれるともうダメ。ダメだ。今はすごく調子がいいみたい。外行きのラーメンだったみたいですね。これいいよね。超好き。これはね、ラーメン、この醤油ラーメンと塩ラーメン、担々麺、豚骨ラーメン、もう一個あったな、味噌だったかな。これそうそう、友達と並べて二人で二つ一気にこうなるやつを撮ったけど、すっごいシュールで、あの二十歳目前、友達二十歳なんだけど、二十歳になる人たち、もう二十歳の人たちがこんなんで楽しめるのなんてガチャ最高だねって言って、終わった。この麺もさ、びっくりじゃない、なんか最初知らなくて、こんな、わかる？ちゃんと麺なんですよ、こうなる麺。なんかただこうさ、何ていうの、こういうプラスチックの麺、全部くっついてるのかなって思ってたら、ちゃんと全部切れてて麺なんですよ。いいよね。これ醤油ラーメン、一番シンプルなラーメン。シルバニアサイズかな。シルバニアにはちょっと大きいか。ここに何か入れたらいい感じだねって言ったんだけど、なんだった。あー、こういうことか。こういうコラボもできる。器の中にシルバニアを入れる。かわいい。かわいいでしょ。よいしょ。上手にできない。なんかたまにさ、こういうさあるじゃないですか、透明な、いい、何、なんかこれのポケモンバージョンみたいな、透明のこのドームの中に森が広がるみたいな、なんか家作ってるみたいな、そういうおもちゃない、ありますよね。そういうのみたいじゃない。ちょっと合わなすぎるか、でも可愛いですね。はい、これ紹介したかったやつです。あくびしたら耳が治った。
シュールでよかった、よかった、それはよかったです。めっちゃシュールだけどね。今日はガチャガチャを2回、なんかいっぱい無駄遣いしちゃった。今日まあそんな日もあってもいいよね。いいかな。いいよね。あとリハ終わりにもっちゃんとアイス食べに行きました。いいよね。あとまだ無駄遣いしたな今日。あ、雨が降っていたので傘を買いました。それは家から持っていくべきだった。傘を買いました。いいよね。いいと思う。しかもなんか最初は300円くらいのビニール傘買えばいいかって思ってたんだけど、なんかその日傘をなくしたんですね私。いつか2週間前くらいに、そう、日傘は結局なくて、まあ諦めたから、今折りたたみの日傘、もともと持ってた折りたたみの日傘で過ごしてたんだけど、まあ、今日はそんなに外歩かないし、まあいっかなって思って日傘は持ってかなかったの。だから長い日傘が今家になくて、この際日傘買うかなって思って日傘を買い、日傘、あの雨と晴れ兼用の日傘を買ってしまいました。300円で済むところが5倍の値段でも5倍で済んだからよし。10倍の傘にしようかなって思ったけど、5倍の傘を見つけたので5倍にしましたね、安いよね。うん、なんかでもそんなに作り的に変わんなかったから、あ、いい買い物だなって思って買った。私もう夏、真夏は終わったような気がするので、真夏の傘はまた来年買うとして、しかもね、なんか可愛い色の傘だったからね。日傘気になってます。日傘ね、なんかもう最近はさ、結構みんなが日傘差してるじゃないですか。いや、日傘差したいって思い始めたのが中学生の時とかで、中2とかかな。なんかその時は本当に日傘差してる人ってあんまいなかったのね。中学生で差してる人がいないし、まずその日傘を差してるのっておばあちゃんくらいだったんだけど、それでもそんな中でも、まあ、あの日焼けしたくないからと思って日傘を差して部活行ったりしてたんだけど、今って本当にみんなが日傘差してて、小学生も日傘差してるし、男の人も日傘差してるし、なんかなんなら日傘差してない人の方が少ないんじゃないかって思う時があるくらい日傘差してる方が多くて、時代の変化だなって。でも本当になんか日傘ないと生きられない、私はもう。日傘はね、ぜひおすすめですよ。来年の夏にでも、うん、そうだね、日焼け対策というより暑さ対策、もうそうだよね。なんか世の中こんな日焼け対策なんて言ってる場合じゃなくて、普通に暑さがやばいから、暑さ対策で日傘ささなきゃいけないよね。そう、どこでも日陰を作れちゃう、うん、めちゃめちゃ万能アイテムすぎて。あー、そう、ハンディファンも増えた。そうだよね、ハンディファンも
すごい増えたなって思ってて、あんまりそのハンディファン使わない人なんだけど、ついにこの間暑すぎて夏が終わるのにハンディファンを買ってしまいました。もっと早く買えばよかったって思ってます。7月とか6月終わり頃から買ってればよかったなって思ってるけど、今は首下のつってたよね。でも今更買ったけど便利便利だけど、まだ1回2回しか使ってないかな。でもさ、もう割となんか毎日涼しそうな気がするんだよね、このこれから。まあでもいつでも使えるし、買って損はない、なんか流行りがあるものでもないからいいかなって。私それも季節のさ終わり頃に買うから、なんか結構みんな安くなっててラッキーって思って、なんか常にポジティブ人間、ポジティブに考えようと思って生きてるからラッキー続きなんだけど、でもあれだね、暗くなるのもすごい早くなったなって思う。暑くもなくなってきたし、今日半袖で家出たら半袖寒くてびっくりした。長袖でもいいかなって思ったけど、さすがにそれは暑かったな。だから今難しい時期だよね。よかった、それはいい、嬉しい。ユハの話聞いてるだけでポジティブになれそう。よかった、なってください。ぜひ暗くなるの早いと仕事早く帰ろうと思っちゃう。でもなんかそれはめちゃめちゃわかります。部活やってた時とか、その窓の外が見えてたんで、見えるところでよくやってたけど、なんかさ夏は全然暗くなるの遅い。何？うん？なんかわかる。何が言いたいか自分で今わかんなくなったけど、暗くなったから帰らなきゃって思う。新潟涼しいの？新潟ね、涼しくはないですね。若干涼しい、うん、多分普通くらい気温ですよ。なんかでも新潟の天気ってコロコロ変わるなって今日思いました。なぎちゃんと水分の話ね、できた。昨日ちょっとだけしたよ。びっくりしたよっていう話をして、何やってたのって話をしました。トランペットやってたみたいで、かっこいい。暗くなっても会社が返してくれない。そうだよね、いつもお疲れ様。そうだよね、返してくれないよね。そうですよ、なかなかね、難しい。ホルンもやってたとか。そうなの、すごいね。ちなみにメールは作成済みだったり、じゃない、作成済んでないんですよね。あとね、最近ね、デュオリンゴがなんか今までって1日サボっ
ると、そのなんかあの毎日配信継続チケットみたいなのが使われてたんだけど、なんか突然それがなくなって、今までなんであんなにポン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 使えてたのかが分かんないんだけど、突然それが使えなくなって、なんかなく在庫切れしちゃって、毎日本当に自分で続けないと連続記録が保たれないんですね。だからめっちゃ気をつけて最近ずっとやってる。偉くないですか？サボりすぎたのかな。でもさ、まずじゃあなんでそんなに溜まったのっていう話なんだけど、そのそれがね、サボっても大丈夫チケットがなんで溜まったのか分かんなくて、めっちゃ調べたけど分からなくて、溜め方も分かんなくて、だから今本当になんか毎日ヒヤヒヤしながら頑張ってやってて、昨日も12時になる直前までね、眠気と戦いながら、ほぼ寝ながらやって、なんとかクリアしました。いやーでもこれでちゃんとなんかサボっても大丈夫っていう気持ちがなくなったので、本当にサボらずにちゃんとしっかりと英語の勉強毎日継続している人になっています。今65日目かな。ねえ、夕飯が65日目なんて偉いよね。そんなに続くと思ってなかった。ねえ、ペラペラになりたいですね。やっぱでもこうやって何、身近にちょっとでも英語、英語と一緒に過ごすことで何か変わるのではないかと思っています。もう道聞かれても大丈夫、まだダメ今なんか絶対使わない、なんか裁判官、私の母は裁判官ですみたいな例文をやってて、はあ、これ使わないなって。My mom is doctor とかはさ、もしかしたら使うかもしれないで、ドクターはさ割と使うじゃん、 He is a doctor とか使うけど、使わないんだよね裁判弁護士かな、弁護士だ、裁判官じゃない、弁護士でした、弁護士だよね確か。そうだとしてもね、使わないんですよ。使うかな、でもなんか日常的には使わないかな。
英語は気持ちが大事、ファイト、ありがとう、頑張る、 Thank you。 うん、ちょっと待ってね、今メールを書いてます。壁に頭をぶつけた。メールに何の写真を送ろうかな。ないの。サマーソングセットリスト公演で合ってるよね。いや一回サマーバックセットリスト公演って X に書いちゃったからね、全然違うよね。サマーソングセットリスト公演、サマーバックセットリスト公演、一回ねちゃんと調べたんですよ、ハッシュタグ使ってる人どのくらいいるかなって思って、したらちょっとまばらにしかいなくて、 あんまりでも、まあ、このハッシュタグ使う機会ないから使わないかって思ってたんだけど、普通に違った、間違ってた。送った。
嘘、サマーバックセットリスト公演の多分一人しかいなかった、ユハだけだった。絶対に違うよ、みんないたよ、いっぱい。いや、いなかったかな、ユハがサマーソングセットリスト公演、それがまずいなかったのか。まあね。ユーハが見たとき絶対もっといっぱいいたよ。いないね。北村ユーハさんが勝手に一人で作ってる。え、待って、じゃあ何調べたの、誰の何を見たの。サマーなんだろうね、サマーセットリストコーでも、サマーバックとサマーソングって語呂一緒じゃないですか。あー、分かった。いや、どうだろう、違うか。違うな、なんて調べたんだろうな、気になるけど、まあいっか。サマーさ、カラオケ配信とかさしたいんだけど、まあ、なぜ声がこんなんなんでできないんじゃないですか。全然できない。そしてもうちょっとしたらやめようかな、11時までしようかな。止められて、やんないやんない、絶対やんないです。確かにハッシュタグといえば誕生日のタグも、そうだね、誕生日のタグね、どうしようかな。20歳か、何がいいかな、ちょっと思いつかないな。始まった時より声が悪くなってる気がする。本当？ユーハは良くなってると思ったけどね。そうだから結構多分ね、見かけによらない、まるさ、何？悪く見える時はいいかも、なんか分かんない、伝わらないんだよね多分。めっちゃ元気だから安心して。ボリューム大きくなったかも。あ、やばい、リオリンゴから最速の通知が来た。やっぱ10時47分が定刻なんだ。じゃあリオリンゴでもするかね。イヤホンの配信終わったらイヤホンの音量下げない。そうだよね、多分みんなイヤホンの配信めっちゃさ大きくして聞いてくれてると思う。今日は特にみんな気をつけてください、この配信が終わった後の。
Hello, I am from Japan. And you? を聞き取ってくれた。I am Anna. Nice to meet you. Beautiful. Beautiful. なんかさ、本当に今さ、本当に感情の起伏がいつもよりない喋り方しかできなくて、本当に棒読みみたいな喋り方になっちゃうからさ、Beautiful とかもさ、Beautiful みたいな、なんかいつも以上にまっすぐにしか喋れなくて。アダムは Australia。アダムは Australia。アダムは Australia。アダム。アメリカは beautiful。アメリカは beautiful。ハロー、アイアム。ずっとこの文章やってる気がするんだけど。Australia is beautiful. Nice to meet you.間違った。アメリカ、ちょっと待って、アメリカ is beautiful。 私はオーストラリア出身ですんだ。 I am、 あ、間違っちゃった。 I am from オーストラリア。And you? よし、終わったー。本日のデュオリンゴ終了です。あー、これで心置きなく寝れます。だってこれがもう一日でもかけたらさあ、60何日が水の泡ですよ。それ嫌だよ絶対。なんかもしかしたらその何、継続チケットが溜まってるかもしれないけど、それが分かんないから確認の仕方が分かんなくて、だからもうサボれないんです。元からサボるなよっていう話なんですけど、連続フリーズどこに所持数書いてあるんだろう、分かんないんだけど、52分、あと8分。3333になった。わーい、ありがとうございます。フォロワーも多分3333になるくらいなんじゃないかな今。あと一人か、あと一人だって。3333人まで。惜しいね。まあ
まあまあそれは次見た時にあともう5人くらい増えてたらいいなって思っておきます。ね、そういえば最近イハは前髪をこっちに流してるんですけど、全部前髪ありかこっちかどっちが好きですか？違いがわかるかな。こうやなんていうの、このアイドル前髪的なやつか、あ今のが好き、嬉しい。普通になんかもうちょっと重くすればいいんだろうけど、全部あるのがいいか。あみんな今のが好きって言ってくれるから今のにしよう。こっちの方が崩れないことに気づきました。どっちもという逃げの答えは許されない。どっちも、いや嬉しいよ、許すけどどっちの方が好きかなって。でもねこの方が収まりいい。おでこでもいい？確かにちょっと巻いてたらおでこでもいいけど、流さない方と言えなくなった。流さない方が好きな方もそりゃいて当たり前だから、それ教えてほしい、どんなもんかなって思う。これはもうちょっと伸びてくれたらこうなってこうなってこうなるんですけどね、どうなってどうなってどうなるんだろうよって思ったっけと思うけど、こうなってこうなる、もっとここふわってして、ほら一気にお姉さんじゃないですか。自分で言っちゃうけど、まあでも流し前髪も割とそういう印象だからあんま変わんないかな。ああ何のため息が、ちょっとこんな大きいため息最後についちゃってごめんなさい。今鼻詰まってちょっと苦しかったのでため息つきました。前髪の分け目も分からなくなっちゃったよ。これかな、これだな。息がね上がってこないの、吸う息が長くて、だからでっかい吐く、そう吐く、吸う息吸うのは割とあんだけど、あの吐く息がね長くて、この口から喋る息で吐いてるのしかなくて、今一気に溜めてた息を吐いたんだ。話すのが下手くそになってて、この風邪が治ってからもなんかもっと話すの下手になりそう。嫌だな。みんなさ夜寝る前にチャット送ってほしいな。ゆは読みたいからっていう自己、あの自分だけ、何自分が読みたいだけっていう理由なんですけど、
読んでくれたらじゃなくて送ってくれたら嬉しいなって思ってる。何でもいいから、メールですいません。うん、メールも待ってますね。遅くなってもいいよ。そういうとたくさん来る。うん、あの言わない時よりは言った方が絶対に来る。なんかね、昨日かな、一昨日だったか昨日だったかね、パッて目が覚めた時になんか返信見たいなって思って見たら、ありえない、いつもだったらありえない時間に突然4人くらいからチャットの返信が来てて、なんでこんなにみんな同じタイミングで送ってきたんだろう。しかも結構夜中ね、びっくりしちゃった。そんなこともあるんだなって。そう、全然絶対になんかなんだろう、そのファンの方同士でこのこことここ仲いいなって思う人たちとかっているじゃないですか。そういう人たちじゃなくて絶対に多分あの関わってはいないであろう人たちだったんですね。不思議だなって、人の心理。みんな送りたくなったのかなって思う。ユーハも見たくなって見たからさ、涙袋きれい、ありがとうございます、嬉しい。そう、でもすごい嬉しかったですね。ユーハもそう求めている時だったから嬉しかった。よし、じゃあ壇上読もうかな。読みます。13位トトちゃんさん、ありがとうございます。12位タメヒロさん、ありがとうございます。11位中村大樹水道橋博士さん、ありがとうございます。10位マチンさん、ありがとうございます。9位おっくんさん、ありがとうございます。8位早風さん、ありがとうございます。7位ヤオさん、ありがとうございます。6位こんちゃんさん、ありがとうございます。5位 N さん、ありがとうございます。4位トーカさん、ありがとうございます。3位エチゴパワーさん、ありがとうございます。2位イバさん、ありがとうございます。1位フカさん、ありがとうございます。ありがとうございました。はいはい、頑張って声を直しますね。元気なので安心してくださいね。皆さんもあの本当にくれぐれも季節の変わり目の体調管理には気をつけてください。しっかり管理して風邪ひかないように気をつけてください。それではまた明日、できたら明日しようかな。というわけで今日もありがとうございました。またな、またね、おやすみー。